こんにちは、アシスタントのガルです。はい、やっぱりね、やっぱりね、はい、どうなっちゃったんですか。この射的王の1と2ね、はい、まあ、今回で3回目なんですけど、もう一度言いますよ。1号店ね、歌舞伎町の、東横通りに面したところね、うん、もう大盛況、もういろんなもうメディアが入って、ね、もう大盛況、もうお客さん並んだんですからね、スタートは良かったんですよね。で2号店ね、これも歌舞伎町一番街通りでね、立ち飲み屋と一緒にやって、これも大盛況、まあ、スタートは良かったんですよね。何も問題ない、ね、もう大盛況ですよ、はい、結果は失敗しました。なんでだろう。いや、まあ、どのぐらいまではもう繁盛したんですか。結局6ヶ月7ヶ月ぐらいやったんですよ、はい、で5ヶ月ぐらいまではまあとにかく毎日もう並ぶぐらいお客さん来てくれたんだけど、6ヶ月目ぐらいからだんだん客足が悪くなって、うん、もう8ヶ月目ぐらいはね、1日前は200人ぐらい来てたのが1日5人とか、急にガーンと減ったんだよ。ほんと急にガーッと出てきた。もうじゃあもう一発屋みたいな。もう残念ながら一発芸に笑えないよね、うん、これなんでだ。あ、ちょっと皆さんちょっと考えてもらおうか。あ、はい、皆さんもう考えてください、ね、なんで失敗したの、はい、なんで失敗したと思います。皆さんシンキングタイムスタート。まあじゃあ、はいはい、ガル聞こう、ね、これ打ち合わせしてませんからね、ガルと打ち合わせしてないんですよ。なんで失敗したと思う。まあちょっと、まあ正直に申し上げますと、うん、まず1に、はい、景品がいらねえ。あ、そう。皆さんね、今でも YouTube 動画で、射的を景品でやるとね、いくつか女の子がこういう使い方ですよと、こうですよと出してますから。そうです ね、なんか狂気に満ちた動画がそう、結構狂気に満ちてるんですよ、まあ、でも考えてみると13年前から YouTube やってるの何か見るけどすごいよね。確かにそこはすごいですよね。そこすごいよな。そこも先駆けだったんですか。だって僕はだってその YouTube 気づいてなかったから、その頃から俺 YouTube やっててよかったな。うん、タイさん出てないですけど。出てないけどね。まあいずれにしてもね、例えばあの中でね、傘そう、ワインのボトルか、これワインのボトルかっていうので開けてみたら折りたたみ傘ね、これみんな欲しがったんだよ。うちのスタッフもこれいいですよねと。これはうちのこの僕も今もお付き合いしてるね、K っていう社長がいるんですよ。 A 社長と K 社長ね、まあ、あと S 社長っていうのがまあいるんだけど、いや多いなでこの K 社長がもう上海だとか中国ね、まあ、上海中国だけど行って面白いものを一生懸命仕入れてね、はいはいはい、それはまあ分かりました、うん、もうどれだけその景品を集めるのかに苦労したのは分かりました、うん、しかも大事なことはもらって嬉しいね、して売ってないものは条件だから、もうその辺で売ってんじゃ困るよと。違うんですよ。違う。別に売ってたっていいんですよ。売ってたって、まあ、ぶっちゃけその例えば UFO キャッチャーの景品あるじゃないですか、はい、そう、同じものがこう普通に買える状況にあってもいいんですよ別に。ただ、うん、例えば2000円で売ってるものが UFO キャッチャーの中に入ってて、たらやりたくなるその心理って、100円でもしかしたらお得に自分がその商品を手に入れられるかもしれないっていう、このなんてドーバミンみたいな、うん、それがすごくてやっちゃうんですよ、まあ、結局まあ3000円とか4000円とかかかっちゃうんですけど、うん、でももしかしたらっていう、そのなんかもうパチンコと一緒ですよね、うん、もしかしたら当たるかもしれないみたい な、うん、なんかそういうので UFO キャッチャーの景品って取りたくなるわけだ、まあ、そういうのをこれ風営法の8号かな、うん、社交心をあまり煽っちゃいけないよっていうのが、まあ、あるんだけどね、うん、だから景品は、上代売り値で1万円ぐらいのものしか上限出しちゃいけませんよというのは、まあ、あったにしても、うん、だってうちだって、6玉入って500円だからね、だから1玉90円だよ、うん、90円弱で一発当たればね、おそらく倍か下手したら2000円3000円それ以上のものが取れるんだよ。そういう意味での社交心というのはうちだってあるじゃんか。だけどその商品がもともとの値がいくらかなんてわからないじゃないですか、お客さんは。だからお得感もないし、まあ、なおかつなんだろう、まあ、当時からアニメとかが流行ってたか分かりませんけど、その UFO キャッチャーって結構アニメグッズとかって今多くあって、うん、もうその UFO キャッ限定にするんであれば、うん、そこでしか手に入れられないアニメグッズだとか限定フィギュアだとか、そういうのがあった方がやっぱオタクの人たちにもをターゲットにこうお客さんがいっぱい来ると思うんですよ。だけどないですよね、その当時。なんか変なクマの流れとかないぬいぐるみとか。いや変なっていう、そこら辺の、いやいや、あのクマは言っちゃなんだけど、確かヨーロッパでは結構人気のクマなんですよ。ヨーロッパの製品はちゃんと中国で本物を作ってますからね。その本物を購入してるわけだから、うちは。
決してまがいもんじゃないんだよ。でも日本の人はその熊の凄さ知りませんよ。知らなかった。確かに知らない。例えばワンピースのアニメありますよね。ない。あ、うちにはない。ありますよね。うん、ああ、そう、タイさんのその射的はないけど、うん、キャラクターとかを景品にしたら、うん、しかもその射的場でしかゲットできないそのワンピースのキャラクターのフィギュアとか、そう、あったら、もうあれからね、相当な年月経ったけど、今にしてもらえばその見れば分かりますね。なぜ UFO キャッチャーが長年ね、もうおそらく二十数年続いてるわけでしょ。うん、なぜあれがうまくいってるのかって、やっぱり景品なんだよな。しかもアニメのキャラクター、あるいはネットフリックスの面白いアニメに合わせた、うん、その限定のフィギュアを出すんでしょ。そこまでは僕らっていうのも、それと僕自身が理解してなかった。なんでもうもはやそのゲームを楽しみに来てるというよりかは、うん、もうそのグッズを取りに来てるみたいな、だから欲しいがためみたいな、もうグッズ目当てみたいな。そう、結局 UFO キャッチャーをしのぐぞというスタートで始まって、うん、ね、結局その UFO キャッチャーがなぜ、ね、成功したか、最大の要因はあの景品にあったわけだね。そうですね。そこに残念ながら僕自身が全く気づいてなかった。これはもう間違いない、これはもう僕のもう責任。まあ、その大社がその時考えたのは、もう射的をするだけで本当にもうおまけ程度に考えたんですよね。うん、そうそう、残念ながらそう、射的を楽しみに来ている人たちをターゲットしてたんですよね。そうです。まあ、そしたら飽きちゃいますよね。そうなんだよ。結局射的はもう大好評だったんですよね。うん、もう絶対面白いの。だけど、うん、あれは考えてみればたまにやるから面白かったのかもしれないな。もうしょっちゅうやるもんじゃない。しょっちゅうやるもんかもしれないけど、いずれも UFO キャッチャーのポイントは、ね、あのクレーンでゲーム性の面白さではなくて、景品が欲しいわけだな。そう、あ、ちなみにその射的は、うん、その人形を倒してたわけじゃないですか。人形を倒してた。その人形の番号が書いてあったわけですよね。そうそう、お客さんはその番号がどの景品かって分かってるんですか。分かってない。それも問題なんですね。それも問題だったね。それじゃないですか。そう、確かお客さんは傘が欲しいと思っても、傘の番号ってのは、傘の番号は18番7して18番狙ってるわけじゃないからね。そう、何が当たるかもう分かんない。そうだって、なんかよくなんかあるじゃないですか、なんかこうゲットして、うん、でも景品が分かりませんみたいな UFO キャッチャーもたまにあるんですよ。やりませんもん。やっぱそうなんだな。景品一覧は一応見れますよ、うん、だけどどれが当たるか分かんないし、もう知らないなんかポケモンカードとかが当たっても、私ちょっとそんなにポケモン知らないんでいらないしなーみたいになっちゃいますし、自分の目的って変わっちゃいますよね。じゃあ逆に考えてたよ、もう一回射的をやって、うん、景品をね、この UFO キャッチャーと同じような景品ね、もう景品をうまく仕入れられたらありかい、成功するかい。あ、でもそれとまたなんか飲み屋を組み合わせて、うん、ってやったらなんかちょっと、まあ飲み屋組み合わせなくても、うん、なんか面白くはなりそうですよ、ね。ありかね。うん。ありかね。いや本当に自分景品何が出るか分かんないってのはやめた方がいいかもしれない。なるほどね。うん、このくるくる回ってる的はこれを落としたら、うん、ワンピースのものがもらえるよというのが明確に分かったら、これ UFO キャッチャーに勝てる、この射的は。勝てるかは知りません。勝てるか分かんないから、まあやってみると分かんないね。だって屋台とかも結局、うん、なんかその当てたものをもらえるじゃん。確かにそうだ、確かにそうですよね。ぬいぐるみとかだったら、うん、そう、倒したらそのぬいぐるみもらえる。あのね、そうそうなんだ。お客さんがこのね、この射的用の動画見てもらうと分かるんだけど、フィギュアを的にしてたのね。うんうん、そしたら多くのお客さんが、まあ、あの夜来るから酔っ払いのおじさんが多いんだけど、うん、おい、そのフィギュア俺欲しいんだよと結構粘られたのがあったから。そうですよね。それあのトラブルだったの。好きな人は好きですもん、ね。うん、そう、あの、そのフィギュア欲しいんだと、うんうんうん、いうのがあったね。私、そう、なんか的をやっぱ絞ってそれだけを狙って落とすの楽しさもあるじゃないですか。そうだね。そうです。まあいずれにしてもあのこれはね、もう僕がゲーム性の面白さで勝てるだろう、ね、それから商品はね、だって一玉90円ぐらいでね、もらえるのが1000円以上のものだったら喜ぶだろうと、うんうん、その景品の真の UFO キャッチャーの狙いを理解しないままやったのが、うん、これ最大の敗因だったね。そうですよね。ということです。タイジさん自身も別に UFO キャッチャーをハマる人の心理分かってなかった。分かって全然、今でも分かんないから、なんとなくゲーム性がありゃおもろいんだろうみたいなふうに思ってたんですもんね。そう、まあ、そこが一番良くなかったかもしれないですな、はい。まあ見事に大失敗してね、これはもう仲間にも迷惑かけたしね、うん、みんなしょぼんとしてました。でもみんな言わなかったんですね、はい、そこに関しては。いや、景品いらなくねーって。いやいや、あのどうせ経営社長が経営仕入れてきたし、みんなね自腹来ていろいろ協力してくれたんでね、うん、もうみんなしょぼーんとなってね、うん、はい、まあ、だからその後僕はこのメンバーとね、まあ、かぼちゃの場所で挽回したわけで、まあ、いくらかはお返しさせてもらったんじゃないかなと思いますけどね、うん、まあ、いずれにしても今にして もね、僕はこれ確かに失敗したけど、うん、人がやってないことをやったっていうね、経験則としては、まあ、確かに、ね、仲間には迷惑かけて僕自身もかなりお金を失ったけど、うん、面白かったビジネスでした。射的を、そうですよね、はい、まあ、私も失敗しちゃってるからこういうふうに、まあ、そりゃそうだって言えますけど、成功してたらね、この私の考えもなんか、ね、なんかおかしいですし、まあ、
成功しなきゃダメなんだよビジネスってのはね。まあこれは本当に、はい、失敗のいい事例になりました。はい、はい、ということで射的用の話は、まあ、今回でおしまいです。ご視聴ありがとうございました。